はい、こんにちは。今日はですね、12月、ね、下旬ということでですね、コンテスト終わって、増量期間に入ってからですね、約4ヶ月がね、経ちました。はい。で、今年はですね、まあ、摂取カロリー、まあ、本当は最初はね、もうリンバルクでね、3500ぐらいで、そんなに脂肪もつけずに増量しようかなと思ったんですけど、まあ、結局、はい、食べちゃって、まあ、2ヶ月ぐらいも5000キロカロリーぐらい取ってたかな。で、残りを2ヶ月をもう4000ちょいぐらいで、まあ、平均すると4500ぐらい、はい、取ってました。で、まあ、その中でもね、なるべく脂質はね、抑えながら、と言いながらも100近くは取ってましたけど、まあ、抑えながら、結構カーブを多めに取るような、感じの食生活をしてました。お酒は結構飲んだのでね、その辺はちょっと失敗したかなとは思うんですけれども、まあ、失敗したらいつものことなんですけどね。はい。まあ、そんな感じでございます。で、体重がですね、今日朝測りますとね、79キロでございました。はい。これはまあどんなもんだかというとですね、まあ減量末期の時に、68キロぐらいだったんですね。なので、まあ、プラス11キロ、ぐらいですね。で、まあ、体重の伸びがですね、実はもう最初のね、1ヶ月ちょっとで、ほとんど10キロぐらい増えたんですよ。5000キロぐらい食べてる時ね。で、10キロぐらいわーって増えたんですけど、77、8ぐらいからもね、もうずっとこんな感じで、停滞みたいな感じで、まあ、あまり増えなくなってきましたね。もう特に4000キロカロリーぐらいの日だったら、もう体重がもう増えないぐらいな感じに、ちょっともうピークアウトしたようなね。まあ、そんな感じでございました。で、まあ、それについて、まあ、最初体重どんどんね、増えてるときは、当然、まあ、減量末期で使用重量落ちたのもあったので、どんどん使用重量戻ったんですけど、だいたいまあ、77、8ぐらいになったら、使用重量自体も、まあ、去年のマックスで、マックスを少し更新するぐらいのところで、まあ、止まったっていう感じですね。まあ、なかなかね、この年になるとね、まあ、筋力もそうなんですけど、筋力もね、なかなか増えないなというね、まあ、そんな感じなんですけどね。まあ、そんな感じで、去年のオフ期がですね、マックスが81キロだったんですね、体重が。で、まあ、それに比べると、ちょっとまあ、リーンというか、脂肪は乗ってないのかなというね、感じはします。はい。まあ、まだね、腹筋も全然ね、割れ目は残ってるので、はい。まあ、世間一般の人から見ると、あ、腹筋割れてるね、すごいねって言われるレベルは、まあ、なんとかね、保つことができています。はい。で、あとまあサイズの関係なんですけれども、ウエストがですね、朝測ると、79センチですね。これ減量マッキーの時に67ぐらいだったので、まあプラス、はい、まあ12ぐらい、12センチぐらい、増えましたね。まあ当たり前ですね。でもベルトの穴がですね、3つ4つぐらいね、やっぱりね、こう緩みましたね。はい。で、あとですね、上腕とか大胸筋ですね。はい。が、まあ、上腕が、まあ、コールドで、今でね、42ぐらいですね。はい。で、あと、大胸筋が、118ぐらいだったかな。今日朝測ると。で、ちょっと今からね、パンプさせてね、パンプ後のね、ものも測ってみたいなと思っています。はい。今ちょっとね、軽くね、パンプさせました。はい。はい。うん。はい。上腕43センチ。まあ、そんなにパンプしません。はい。で、大胸筋、121ですね。はい。まあ、こんな感じでございました。まあ、それなりにね、バルクアップできたんじゃないでしょうか。サイズっていうのも、結局脂肪が乗っかっての、この43センチ。で、ね、121センチ。まして、大胸筋に関してはね、こう、胸だけじゃなしに、こう、背中も、大腿筋とかもね、すごいこう、膨らまして取ってるので、まあ、その時その時の、コンディション、パンプ具合とかで大きく数字変わってくるので、まあ、あくまでも参考程度なんですけど、はい。まあまあ、それなりに納得のいく数字にね、
まあ、バルクアップはできたのではないでしょうか。はい。で、まあ、今後なんですけど、とりあえず、まあ、79キロなってですね、でも使用重量も、まあ、結構停滞というか、もう落ち着いてきたところなので、ちょっと一旦ね、また落とそうかなと思ってます。はい。3、4キロぐらいちょっと落としてみて、で、まあ、トレーニングの、まあ、質っていうか、クオリティが、強度がね、下がらないようであれば、もうちょっと体重を落としてみようかなと思いますし、ちょっとトレーニング使用重量落ちてきたなと思ったら、ちょっとまたそこでね、維持期というかね、ちょっとまたね、体重少し乗せるとかね。まあ、そんな感じでね、まあ、まだね、次のコンテスト何出るかっていうのも決めてないし、まあ、いずれ出るとしても夏頃なので、まあ、時間はたっぷりあるので、はい。まあ、その辺をね、こう、急にこう、短期間でガッと落とすよりも、こんな感じでね、落としていこうかなというふうにね、今年も思ってます。はい。まあ、こんな感じでね、ございました。まあ、背中も、はい。はい。こんな感じです。はい。まあ、まあ、バルコキね、今年振り返ると、まあ、成功か失敗かと言われたら、まあ、失敗かな。まあ、成功か、まあ、まあ、どっちでもなかったという感じですね。はい。大きな、まあ、成長が見られたわけでもないし、まあ、成長しなかったわけでもないしっていうね。まあ、三角ですね。はい。まあ、途中ちょっとですね、コロナじゃないんですけども、子供のウイルス性腸炎が感染してしまって、一週間ぐらいね、結構熱、高熱と、下痢ですね。で、結構10キロ体重増えたのに、5日ぐらいでね、5キロね、落ちちゃったんですよね。食べれなくて。はい。まあ、そんなアクシデントもあったのでね、まあ、それがなかったらもうね、簡単に80キロは乗ってたのかなっていう気もするんですけれども。はい。まあ、こんな感じの、バルクキーでございました。はい。まあでもね、食べれるときはしっかり食べるっていうのがいいのかなと思います。はい。で、まあ自分ちょっともう4000ぐらい落とし始めたのは、結局食べても消化しなくなってきたんですよね。お腹下すし、ちょっと気持ち悪くなってくるし、日中のまあ体調もね、なんかこうぼーっとして悪くなったりするので、まあその辺もちょっとね、日常生活にちょっと異常を感じてきたら、もうそこは落として、で、快適なところを探りながら、そのカロリーでまだバルクしていくっていうね。まあ、そんな考え方でね、今年はやってます。はい。今だからね、4000ぐらいで、4000ちょっと切るぐらい言ってるんですけど、まあ、調子いいですね。それぐらいだとね。はい。体重的にもね、79キロぐらいがね、今ちょうどいい感じですね。はい。しんどく、まあ、体が重すぎず、軽すぎず、はい。って感じですかね。はい。まあちょっと着る服はね、かなり困るんですけどね。もう何着てもパツパツ、特に腕と肩がね、パツパツなっちゃうので、困っちゃうんですけどね。まあそんな感じでやってます。はい。まあ、しっかり、また、これ絞り込んでですね、どれだけ進化したかっていうのは、やっぱ絞り込まないとわかんないんでね。まあそこはちょっと楽しみにね、また来シーズンもね、楽しみながらね、頑張っていきたいと思います。はい。ではまたね、数ヶ月後、減量で何キロ落ちましたみたいな動画ね、また出したいと思いますので、ね、またよろしくお願いします。はい、では。